こんにちは。ゆっくり霊夢です。また会ったな、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近インド神話を調べているんだけど、いろいろ神様がいて、面白いのよね。確かに、インドの神様はまた違った個性があるからな。それで、シバ神の奥さんのサティから知ったのだけど、インドには、サティっていう風習があるみたいね。そうだな。ただいまでは法律で禁止されているぜ。ねえねえ、どんなものか気になるのだけど、マリサ教えてくれない？わかったぜ。今回はインドの悪しき風習サティについて解説するぜ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。インドの悪しき習慣、サティとは。それではやっていくぜ。オスお願いします。サティはどのような風習かというと、夫に先立たれた妻が、夫の火葬の時に飛び込み焼身自殺することだぜ。火の中に飛び込むの。死ぬのも一緒にってこと？そうだぜ。どうやら夫と共に行く女性が美徳とされているらしいんだぜ。何それ、理解できないんだけど。そうだな。今では考えられないな。サティは概ね夫の葬式の時、妻が夫の死体のそばに寄り添いながら火をつける。火葬中に飛び込む、自らの体に火をつけ夫の遺体に寄り添うなどの方法で行われるらしいぜ。うー考えただけで気分が悪いわ。このサティは、夫を亡くした妻が自発的に行われるように見えるが、実際は違う。周りの親族が無理やり行わせるんだ。奥さんはやりたくもないのに無理やりさせられるの。それってもう犯罪じゃない。実はこのサティという行為は神聖で、おめでたいものであるらしく、サティを行った妻は守り神となったり、前世や今世での罪が浄化されたりするなど、周りから見れば、ありがたい儀式なんだぜ。でも、奥さんの方はたまったもんじゃないわよ。そうなんだぜ。だから妻の方は葬儀から逃げ出そうとすることが多い。ある記録によると、夫や妻の親族は、妻を拘束し葬儀の時に火のつけられた穴に投げ入れるんだ。すると、妻は火から逃げ出そうとするんだが、それを竹や槍で押し返し、火の最も強い部分へ送り返すんだぜ。ただの鬼畜ね。他の記録では、逃げられないように足の剣を切ったり、柱に縛り付けたり、大量の麻薬を吸わせ、意識を飛ばしたりしたということもあったらしいぜ。霊夢よ、大丈夫か？意識が飛んでいるぞ。ごめん。あまりの鬼畜具合で。そうか、確かに内容は最低だな。だが、まだ終わらないぜ。嘘、まだ何かあるの？サティはさっきも言った神聖な儀式と位置づけられている。そのためお祭りみたいになるんだ。多くの見物人がサティを見たいがために押し寄せていた。普段は虫をも殺すのを厭う人たちが、妻が火に飛び込むことを望んでおり、妻が火に飛び込むと大きな盛り上がりを見せていたみたいだぜ。もうただただ狂っているわね。サティはこのように現代の我々からしたら理解できないものであるんだぜ。でもなんで、こんな風習が広まったのかしら？そうだな。次はサティがどうして広まったか解説するぜ。第2章、サティの由来と広まり。ではサティという風習がなぜインドで広まったのか解説するぜ。お願いします。まずサティという言葉なんだが、サンスクリット語で低粛な女性や要塞という意味だ。そして、インド神話に出てくるシバ神の妻の一人、女神サティとしても出てくる。この女神サティはヒンドゥー教では理想的な女性とみなされているんだ。でもなんで、火葬中に飛び込むのが低粛な女性でインドではそれが広まってしまったの？これはいろいろ説がある。その中で私はある3つの理由を挙げるぜ。一つ目はインドでは女性の地位は低いことだ。それはなんとなくわかるわね。これは、マヌ法典の影響が強いんだ。マヌ法典？マヌ法典は、ヒンドゥー教の経典で宗教道徳習慣にわたる規範を記したものだぜ。記されているので有名なものは、バルナ。いわゆるカースト制度だな。スクールカーストのカーストね。マヌ法典の中で、女性は独立してはいけないという一文があるように、女性の自由や権利を認めていない。また、女性は結婚した後、旦那に忠実で献身的であることが求められるんだぜ。もしかして、その献身性が行き過ぎて、そうだろうな。それに、夫が亡くなった場合、妻に夫の財産の所有権が渡る。それを立場の低い妻に渡るのを阻止するのも理由だぜ。とことん認めないのね。そして二つ目が、インドの叙事詩や神話の影響だな。インド神話では、冒頭にも出てきた女神サティがいる。そのサティにこんな話がある。サティは心に決めた相手シバ神がいたが、サティの父ダクシャセンは嫌っていたため、結婚を認めなかった。ある時、ダグシャセンは神々の宴会を開いたが、シバ神とサティは招かなかった。しかしサティは、父であるダクシャセンを説得するため宴会に向かった。するとダクシャセンは激怒し、サティとシバ神のことを侮辱したんだ。これに悲しみ、怒りを覚えたサティは抗議と呪いを込めて、ヤグニの火の中に飛び込み自殺した。
好きな人を馬鹿にされて、火の中に飛び込んだのね。さらにもう一つ。今度はラーマアヤナのシータ姫の話だ。魔王ラーバナを倒し、ラーマ王子に救出されたシータ姫だが、帝僧が守られていたか疑われてしまった。シータ姫は純潔を証明するために、自らを火で焼いたのだった。すると、火の神アグニが現れ、シータ姫の純潔を証明したという話もあるぜ。まとめると、この二人のインドのヒロインの話と、理想の女性像が組み合わさったってことかな？おそらくな。さらに未亡人はマヌ法典では罪深い証であると言及している。そして火は罪を浄化してくれるものであるという考えもあってな、先ほどの神話と叙事詩での話からできたものだと思われるぜ。そして、最後の三つ目は、上流階級だな。上流階級？どういうこと？サティは今でこそ禁止されているが、以前はインド全体で広まっていた。一般に習慣や、宗教的な考えが定着するのは、その国の知識階級や上流階級が取り入れたからだ。確かに、日本も仏教は朝廷が取り入れてから広まったわね。インドア大陸では、ヒンドゥー教が成立する以前は、マウリア朝のアショーカ王の影響で、仏教が主流となっていた。しかし、グプタ教やバルダナ教で、ヒンドゥー教は庇護されると、勢いを増し、そのまま仏教をインドから追い出してしまった。そして、このサティが記録に出てきた時、主にバラモン階級の人々の間で行われていたらしい。バラモン？司祭階級で、カースト制度では最上位の階級のことだ。それから13世紀以降のイスラーム教が入ってくるまでの間、インドで広まり、定着していったんだぜ。そしてこのサティもヒンドゥー教由来の風習だ。そのため、上流階級によるヒンドゥー教の取り入れが、結果として、サティが広まった理由だぜ。なるほどね。理由が分かってなんかすっきりしたわ。第3章、サティの歴史と現代。ここからはサティの歴史をやるぜ。よろしくお願いします。サティがいつから行われていたかは定かではない。現在サティが行われたと分かっている古い記録は、西暦464年のネパール、そして西暦510年のグプタ朝の時代だ。それ以前は全くなかった感じなのかしら？先史時代や、古代アジアのアンドロノボ文化で同じような風習が見受けられてはいる。だが、紀元前1500年から紀元前500年のベーダ時代の文献、サンヒター、ブラーフマナ、アーラニアカ、ウパニシャットではサティは言及されていないんだ。それはつまり全く載っていないってこと？そうだ。一応葬儀のことは書かれているが、その内容もサティと関係ないことだ。むしろ、自害は不適切であるという記述があるんだぜ。サティについて言及された文献は6世紀にできたと言われるビシュヌスムリテだ。6世紀ってことは、さっきのグプタ朝の時代と同じね。ああ、そしてインドに大叙事詩の一つ、マハーバーラタでも、サティが行われる場面があるぜ。だが、中にはサティを行わない者もいたが、作中では特に非難されてはいないんだぜ。そしてこれは南インドの話になるが、古代タミル人がいたタミルのサンガム文学の中に、夫を不当に殺された恨みから、トシマブライを焼き払い、天にいる夫の元へ向かった妻カンナギの話があるぜ。大体この辺りから広まり始めたのね。ああ、だがこの時代の広がり方は緩やかだった。しかし、これがバルダナ朝が終わった後の中世インドの時代に爆発的に広がった。何があったの？バルダナ朝が崩壊した後のインドは群雄割拠の時代でな、ムガル帝国が現れるまで、インド全体を支配する王朝がいなかったんだ。戦いの多かった時代なんだぜ。そしてこの時代、カースト制度で優先士階級のクシャトリアでサティが広がっていった。それがどう繋がっていくの？この時代は戦いが多かった。必然的にクシャトリアの人々は戦いに向かい戦死するものが多かった。すると必然的に未亡人も増えるんだ。さらに戦いで負けた側の扱いはいつの時代もひどいものだ。女性は慰み者になり、使えなくなると捨てられるんだ。女性からしたらただただ地獄ね。その中でこのサティは、行えば魂を浄化昇格することができ、なおかつ敵から屈辱的な目に遭わずして名誉を守れるんだぜ。そうなると、多くの未亡人はサティを行うことを選んだんだぜ。確かにそう聞かれると、それを自然と選ぶのも無理はないわね。そして中世も終わりインドはイスラーム王朝のムガル帝国の時代に入った。ヒンドゥー教じゃない他宗教の王朝ね。ムガル帝国はサティをどう思ったのかしら？あまり良く思わなかった。特に三代目皇帝のアクバルや、六代目の厳格なイスラーム教徒のアウラングゼーブはサティ禁止令を出したみたいだ。だが実際は無理やり辞めさせることはできなかったんだ。それはどうして？もうこの時はヒンドゥー教徒の間で、サティは当たり前の風習として広く蔓延していた。またムガル帝国はイスラーム教王朝だが、支配層はほとんどがヒンドゥー教徒だ。
ヒンドゥー教徒の支持を失わないために、ヒンドゥー教の風習を拒絶することはできなかったんだ。確かに、反感を買って暴動や反乱が起きたらたまったもんじゃないわね。それなら、サティはいつ頃から辞めるようになったのかしら？本格的に廃止しようとなったのは、18世紀になってからだ。そしてここで出てくるのが、ラーム・モーハン・ロイだ。このお方は？この人物は、近代インドの父と称される人物でな、インドの近代化に大きく貢献した人物だ。その活動の中で、児童婚、カースト制度、一夫多妻、そして、サティの廃止運動があるんだ。なぜ彼がこのような運動をし始めたかというと、こんな話がある。青年時代に、兄が亡くなった後、サティを希望した義士を説得したが聞き入れらず、サティが行われることとなった。しかしいざ、火に触れると恐怖を覚え逃れようとした。だが親族は、竹の棒で追いやり義妹は焼かれてしまった。その間、キアネは叫び声を上げていたが、太鼓やシンバルの音を鳴らしかき消していた。これを見たラーム・モーハン・ロイは、サティを根絶させると心に決めたみたいだぜ。なるほどね。悲しい過去があったのね。ラーム・モーハン・ロイは、1828年にブラーフマ教会を設立。このブラーフマ教会はインドに大きな影響を与えた。その中、1829年12月4日、イギリス支配下のマドラスとボンベイでサティは違法で刑事裁判所で罰せられることを宣言する規則が発行されたんだぜ。一部地域だけだけれど、禁止にされたのね。そうだぜ。だがまだその他の地域は反王国という、地元の有力者に統治されていて、そこではまだサティは行われていた。だが1840年にバローダでサティが禁止されたのをきっかけに、次々とサティを禁止にした反王国が増えていったんだぜ。このまま、インド全域に広まる？しかし、1857年、インド大反乱が起こる。この反乱は、イギリスへのインド住民の大規模な反乱だったが、イギリスは反乱を鎮圧。ムガル帝国の皇帝を追放し、東インド会社を解散させ、イギリスがインドを直接統治することになった。これ以降、特にベンガル地方でサティが急増した。何があったの？イギリスは当初、鉄道、通信、運河などのインフラ設備に力を入れた。それって、いいことなんじゃないの？実はこれによって、生産され収穫された農業生産物を遠方にまで運べるようになった。これにより、イギリスはインドの綿や穀物を必要以上に大量に輸出できるようになった。これにより、インド全体で飢餓が蔓延したんだ。霊夢よ。中世インドでサティが増えた理由を覚えているか？確か、戦いが多かったからだっけ？そうだぜ。そして今回増えた理由は、飢餓で生活が苦しくなったからだ。まず、飢餓は相当苦しいんだ。人間物を食べなくなると、飢えが痛みに変わるらしいんだ。しかも意識ははっきりとしているらしい。そしてある程度まで行くと物を消化するエネルギーもなくなるんだ。そのため栄養のない雑草を食べると、消化するエネルギーの方が多くなって、逆に死に近づくんだぜ。その中で行えば天に昇り、罪を浄化できるサティは魅力的に見えたんだ。そのため飢餓の苦しみから逃れる手段の一つとして、サティが使われるようになったんだぜ。確かにさ、信仰って救われるものなんだけどさ、こんなことになるなんて。そうだよな。なんだか皮肉だよな。このような状況の中、特にベンガルでは、1905年の分割令もあって、ナショナリズムが触発されてな。先祖代々の儀式としても行われるようになったんだぜ。それからインドでは、およそ100年間。二度の世界大戦やインドの独立を経験するが特にサティを強く取り締まらなかった。しかし、1987年のある事件をきっかけにサティは大きく取り上げられることとなった。その事件とは？ループカンワールさん事件だぜ。1987年9月4日、インドラジャスタン州のシーカル県でオララ村で、当時18歳のループカンワールさんがサティにより命を落とした事件だ。このループカンワールさんは、6歳年上の男性と結婚していたんだが、結婚して8ヶ月後に亡くなった。すると、村では葬式が行われたが、その時にループカンワールさんはサティを行ったんだぜ。結婚してまだ8ヶ月しかも18歳だなんて。サティの翌日、デオララ村にはサティが行われたと話を聞いた人々が殺到。その数5万を超えていたと言われたぜ。待って、なんでそんなに人が集まってきたのよ。簡単だ。サティという神聖な儀式が行われたからだ。しかも、ループカンワールさんは結婚して子供がおらず結婚生活も短かったことから、純潔だったと言われていてな。それが拍車をかけて、ループカンワールさんを聖女として神聖化したみたいなんだ。しかし、これに都市部の人々は大きく非難した。そして、警察が動くことになったんだぜ。警察は動いてくれたんだ。よかったわ。だが、警察の調査で新たに分かったことがあったんだ。なんだか嫌な予感。
当初はループカンワールさんが自発的にしたと思われていたが、実は周りの親族から無理やりさせられたという証言が出たんだ。しかもサティの時、ループカンワールさんは夫を膝枕した状態で議定に火をつけてもらったとあるが、実際は、麻薬などで中毒状態にさせられ、焼かれる時も逃げようとするループカンワールさんを丸太で殴るなどして追い払っていたともあるぜ。霊夢の意識がないから、そのまま続けるぜ。これにより、村人45人が捕まるが、証拠不十分で無罪となった。この判決にインド世論は猛批判。サティ反対運動が行われた。この一連の事件で、ラジャスタン州政府は1987年にサティ防止法、そしてインド政府はサティ防止法の委員会を設置。ここに正式に、インド連邦の法律となったんだぜ。この法律は、サティをすることや強要することはもちろん、サティを称賛、美化することも禁止にしたんだぜ。ついにサティがインド全体で禁止になったのね。ああ、だが残念ながらインドではまだサティは行われているんだぜ。それもそうよね。サティは1000年以上インドで行われていた風習だ。それをすぐになくすことはできないんだぜ。何十年もかけて、ゆっくりゆっくりやっていくしかないんだぜ。そうよね、そのためにも我々はサティという風習を知っておかないといけないわね。そうだぜ。知っているからこそ、反対することができるんだぜ。今回はここまでだぜ。ここまでのご視聴、誠にありがとうございます。動画が面白ければ、高評価、チャンネル登録よろしくだぜ。最近暑いので熱中症にはほんと、気をつけてください。また次の動画で会おうな。それでは、マッサラーマ。